韓国の歌手で元ワナワンのカンダニエルが、日本活動を予告した。21日、所属事務所のコネクトエンターテイメントによるとカンダニエルは、8月21日に日本の東京で開かれる音楽フェスティバルサマーソニック2022のラインナップに名前を挙げた。日本最大級の夏の音楽フェスティバルとして挙げられるサマソニで、カンダニエルはザ・1975、ポスト・マローン、オフスプリング、ワンオーケーロック等の世界的なアーティストが集まるフェスティバルの熱気に参加する予定だ。コネクトエンターテイメントは最近開設した日本の公式ツイッターを通じて熱い惜しみ反応が溢れている。カンダニエルの舞台を思ってくれる日本のダニティたちの熱望が夏に叶うだろう。サマーソニック2022を起点として拡大されていくカンダニエルの日本での活動を期待してほしいと伝えた。カンダニエルは今月24日にファーストフルアルバムザ・ストーリーを発売する。フランス女優ソフィー・マルソーの実娘、留学説が韓国で話題。母親は映画ラブームで有名な世界的な女優。ヘッドフォンの場面と主題歌リアリティは世界的に時代を風靡。娘は K-POP が大好きで韓国ソウルのソンギュンワン大学に留学しているとの噂が広まっている。ユチョン、女優パクミニョンや俳優ソンジュンギ、ユアイン、などが共演したドラマときめき性侵犯スキャンダルの実舞台としても有名な1398年開校の大学。ソフィー・マルソー娘の留学説に在学生の心もときめき。注意勧告の四世大学には米国女優アンジェリーナ・ジョリーの息子が留学して話題になっていた。